Hello everyone! 今日は毎日30分で手紙をやっているので、そのピアノを教えたいと思います。で、毎日やってるのはこのヘンゼルとグレーテルのワルツと上って降りての5類のこれをやってます。だから今からこれを弾きたいと思います。最初はヘンゼルとグレーテルのワルツです。それだけです。他にも最初のパートは一番最初に聞いてないのは10人のインディアンとハッピーバースデーと始まり始まり。で、次は10人のインディアンをやりたいと思います。そしてピアノをやるときには椅子をなんか近すぎず、こう近いかったらこうなるので、こうすぎるとこうなるから、真ん中の辺こうやってして、でここら辺、真ん中じゃなくてここら辺とかにやって、足はこうするときはやっていいけど、いらないときはこうして、でなんか指は力でなんか力
るときはこういうやつがあったら強くなるけど、こういうやつがあったらなんかちょっと高くして、でなんか静かみたいにこうやってできるからやってみてください。ピアノをやるときにはなんか毎日やってると手とかが柔らかくなるので、なんかずっとやってると曲とか好きなやつが覚えるようになるので、それに音符とかがずっとなんかやってたら見たりしてたらなんか覚えやすくなるので、みんなやってみてね。そしてなんかずっとピアノをやってない人とかは、なんか久しぶりにピアノとかやろうとした人はなんか曲が分かんなくなったり時々あるので、なんかこうやってガタガタみたいになるので、なんかそれになんかずっとやってると手とかが痛くなるので、だから痛い時はなんかこうやったりずっとマッサージしてみてください、はい。そしてどっちゃんは毎日月曜日か金曜日はなんか学校から帰ってきたら30分とか20分とかかかってピアノをやってます。そして土曜日も日曜日もなんか暇なからなんかスマホとかでなんか弾きたいやつ見てやったり、なんかこれを覚えるためにずっと練習してます。ピアノをずっとやっておけばなんか覚えやすくなるし、でずっと やらなかったらなんか分かんなくて早くとかできなくなるので、なんかずっとなんか綺麗にピアノを弾きたい方とかはなんかずっとピアノをやっておけば綺麗になるけど、ずっとやらなかったらなんか上手にならないので、ずっとなんかピアノ暇とかだったらピアノをやってなんか好きなやつをスマホとかでなんか本とかで楽器こういうやつがあったら弾いてみたりしてください。でピアノがない人はなんかスマホとか iPad とかでなんかピアノのゲームあるじゃないですか。そのピアノのゲームを作って、で弾きたい方は弾いたりしてください。そしてなんか好きな曲とかがあったらなんか YouTube とか見て、でちょっと覚えてやったりしてみたらなんか上手になるのでやってみてください。これがドで、これがレで、これがミレで、これがファでソシドで、こことか低いやつ、こことかは低いやつで、ここが高いやつとかあるので、他のやつでこうやってやってみたりしたらいいと思います。 あとドレミを弾くときは覚えたんですけど、こうやってここをやるとき右手は5指しかできないですか。だからドってしたらミでは、こうやって落とす指をこうやってして、こうやってしたら全部叩くない、こうやってして逆に、この時は全部使って、で次は2、3指を右にこうやってやったら全部できます。どっちゃんの今日のピアノは終わりです。で他にもピアノやりたい人は YouTube とか見て練習してみてください。そして音符とか覚えたりしたらなんか上手になるので、早いやつもできるようになるので、頑張って練習してみてください。最後にヘンゼルとグレーテルのワルツを弾きたいと思います。Thank you for watching.